はい、僕今デンマークから日本に帰ってきました。この14日間隔離をしなきゃいけなくて、今このお寺でお世話になっています。でも今楽器とか何もなくて、ちょっと音楽作りたいのに作れないなーっていう状況なので、今日スマホでガレージバンドっていうアプリを使ってBlink-182 の曲をカバーしていきたいと思います。それじゃあ早速やっていきます。で早速ガレージバンド開いていきます。この右上のプラスマークを押して、まず新しいプロジェクトを始めます。で、まずやっぱギターから録音していきます。で、今これ音がアコギの音になってるんで、その他のサウンドから、あ、ちょっと違うな。こんな感じですかね。でもこの C とか書いてあるところを押すと、もうそのコードの音が出るっていう。テンポを決めていきます。曲の設定からテンポ、まずギターでイントロの部分を録音していきます。よっしゃ、行こう。よっしゃ、できた。ではこんな感じでイントロがまずできました。ベース録音していきます。はい、スケール、どういう風な仕組みなんだ。なるほど、ちょっと分かりにくいな。こういう感じの太いサウンドの方が僕は好きです。今この録音したのがもう流れてるんで、それに合わせてこのベースを今度弾いていきたいと思います。OK、 ベースも録音できました。ガレージバンドの中にドラマーっていう AI のドラマーとセッションできるってやつがあるんで、それでやっていきます。おお、すでにいい。あー、めっちゃうめえな。ドラムはやっぱ Blink-182 トラビス・パーカーなんで、結構フィルを多めでいきたいと思います。このフィルっていうところを多めにすると、そのギターのコードとかが入れ替わるところで結構聞いてみましょう。おお。すげえ、めちゃくちゃうめえ。ちょっとフィル多すぎたな。こんな感じでちょっとやっていきましょう。はい。いや、もうここでギターとベースとドラムっていう3つも揃っちゃいました。これが無料で使えるってのはすげえな。はい、で今8小節分だったところを今だいぶ追加しました。イントロの後も作っていきたいと思います。はい、今スマホのガレージバンドの方で Blink-182 の All the Small Things 完成したんで、ぜひ聴いてみてください。